浴槽2009年川北温泉は、北海道湿別郡湿別町川北にある温泉である。効能は万人にその効果を保証するものではない。山林の中にある野矢あふれた露天風呂の湯である。日帰り入浴ができ、利用料は無料。湯温は比較的高めであるが、温度調整用に沢水のホースも引いてある。かつてはこの地に町営温泉施設が存在していたが、 風雨被害により倒壊し、浴場を残して取り壊された。その後、地元の有志により、脱衣所、休憩所、トイレが整備され、以後浴場の清掃を含め、施設管理がボランティアで行われている。地元客のほか北海道好きの旅行者等が訪れている。宿泊施設はない。キャンプ禁止の掲示がされており、また付近はヒグマの生息地であり、 その旨の注意書きもある。かつて存在した建物の浴場の一部が浴槽を含めて現存しており、ここが現在も浴場として利用されている。屋根はなく、露天風呂になっている。男女別の簡易な更衣室があり、浴槽も男女別になっているが、仕切り壁は申し訳程度にある状態である。夜間は車のバッテリーにケーブルをつなげれば照明がつく。 渋別市街から斜里町方面へ国道244号を進み、笹の沢林道に入り、ダートを約 5km。市別市街方面からは川北温泉方面を示す道路標識がある。林道はおおむね冬からゴールデンウィーク以降までの間、積雪のため通行できない。また、災害により通行不能になることもある。ありがとうございます。